今回私が訪れたのは朝倉市秋月。筑前の小京都と呼ばれる秋月の町を散策してみようと思います。ここはメガネ橋。今から約200年ほど前に作られた石橋です。福岡の文化財に指定されています。力学的に見事なアーチを作り出しているこのメガネ橋は今なお現役の橋として車も通っています。杉の馬場に到着しました。ここは桜の名所としても有名で、桜の季節になると多くの観光客が訪れます。この道の両脇には200本の桜の木が並び、満開時には桜のトンネルが続いているように見えます。この道は名前の通り、江戸時代までは杉の木の並木道で、武士が馬術の稽古に使っていました。しかし明治時代になってから桜が植えられ、見事な桜並木に生まれ変わりました。桜並木を進むと秋月城跡に到着します。秋月城跡には現在中学校が建てられていますが、城の通用門であった長屋門は当時のままの姿で残っています。杉の馬場が桜の名所ならば、こちらは紅葉の名所。紅葉のシーズンには多くの観光客が訪れます。こちらは黒門。水曜神社の参道に建てられています。700年の歴史を感じさせる重みのある姿です。長屋門、黒門ともに福岡の文化財に指定されています。お花見気分でお抹茶をいただきます。春の秋月いかがでしたか？桜には本当に感動しました。秋には紅葉も素晴らしいそうです。ぜひ皆さんも秋月で季節を感じてみてはいかがでしょうか。